赤池駅は愛知県日清市赤池一丁目にある名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道の駅。駅番号は名古屋市営地下鉄が T20、名鉄が TT07、名古屋市営地,地下鉄の鶴舞線と名鉄の豊田線が乗り入れる。名古屋市交通局と名鉄の共同使用駅で駅自体は名古屋市交通局が管轄しているため、当駅は名鉄の旅客案内上では 無人駅という扱いになっている。名古屋市営地下鉄唯一の名古屋市街にある駅である。鶴舞線と豊田線を直通する列車は当駅で乗務員交代となる。島式2面3線ホームを持つ地下駅。引上げ線はない。当駅は名古屋市交通局鶴舞線運転区が管轄している。豊田線は当駅を出るとすぐに高架に上がるためか、ホームは比較的浅い場所に位置している。 2.3番ホームは同じ線路を共有している。1番出入り口、2.3番出入り口がとも一番左側が名鉄線の券売機、その右側に地下鉄線の券売機が設置されていて、その上に名鉄、地下鉄それぞれの運賃表が掲げてある。名鉄の運賃表は豊田市、知竜、名鉄名古屋経由で記載されている。当駅から鶴舞線経由で、 名鉄犬山線各駅へ行く場合と鶴舞線、名城線、上飯田線経由で、名鉄小牧線各駅へ行く場合は、名鉄の券売機ではなく、地下鉄線の券売機で、地下鉄線経由犬山線、または小牧線への連絡乗車券を購入する必要がある。ただしマナコやとかを利用して、名鉄犬山線各駅や、名鉄小牧線各駅へ行く場合は、経由に関わらず、 最大経路で計算される。エスカレーターは、伏見方面ホームは、初電から12時までは、下り運転、それ以降終車までは、上り運転となる。豊田市方面ホームは終日上り運転である。エレベーターはホーム及び、駅構内にて行われていた、設置工事が完了し、二千九年十二月十四日から、利用可能となった。西改札口へつながるものが、 各ホームに一基ずつ設置されている。東改札口にエレベーターはない。自動体外式所再動機は地下1階の西改札口付近に一台設置。名鉄の旅客案内場は無人駅扱いとなっており、車椅子での乗車の場合には、前日18時までに豊田市駅までご連絡ください。と案内されている。同様に、 他社管理でありながら有人駅扱いとなっている、八ト駅とは対照的である。当駅では、ミューチケットや各式規格乗車券を購入できない。乗車券確認システムも例外的に導入されていない。当駅でマナコを購入すると、名古屋市交通局の使用となる。当駅発であっても、名鉄線のみの定期乗車券は購入できない。隣の日清駅で購入することになる。 地下鉄線のみの定期乗車券や地下鉄線から名鉄線への連絡定期券は購入できる。当駅は名古屋市外にあるが、当駅から経路パスや福祉特別乗車券で地下鉄への無料乗車は可能。直通列車で名鉄線へそのまま乗り越すと当駅から下車駅までの運賃がチャージ残額から自動生産される。割引用真中では当駅から地下鉄への乗車は、 可能だが、直通列車での名鉄線への乗り越しや名鉄線上の乗車はできない。名鉄だけの利用者を見ると、豊田線の駅では、上豊田駅、黒笹駅に次いで少ない。両線を通過する利用者は含まれていない。赤池駅前ロータリー日清市の西端に位置する交通ターミナルであり、駅周辺は商業地域と新旧住宅地域が混在している。 駅の東約300メートルには国道153号が通る。日清赤池見の手と地区画整理事業区内の都市計画道路小田赤池線の完成に伴い2015年6月25日より赤池駅及び国道153号へのアクセス方法が変更された。日清赤池見の手と地区画整理内の都市計画道路赤池見の手 中央線が2015年10月2日に開通により、愛知郡東合町方面からの赤い池駅へのアクセスが向上した。駅南東部で日清赤池見のて区画整理事業が2009年度から2018年度を施行年度として進められており、地区内北エリアには伊東洋華道を中心とする大型複合ショッピングモール、プライムツリー赤池が2017年11月24日に、 オープン。2013年10月に、日清市自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例及び、同条例施行規則の一部を改正する規則が公布され、2014年2月1日から、当駅周辺に自転車等放置禁止区域が指定された。これに伴う赤池駅周辺の自転車駐車場の収容台数不足や、 放置自転車や盗難発生などの対策として、公益財団法人自転車駐輪場整備センターが運営管理する有料自転車駐車場が2014年2月にオープン。2014年8月1日に有料自転車等駐車場、赤池駅前自転車等駐車場がオープンし、赤池駅周辺の自転車等駐車場はすべて有料化された。駅前の交通広場にある 赤い景気が最寄り停留所である。路線バスは名鉄バスにより運行されている。名古屋市営地下鉄の駅では数少ない名古屋市営バスが接続しない駅である。2009年10月1日から JR 東海バスのドリーム名古屋号も経由するようになった。名鉄バスの乗り場は3カ所。乗り場は担当営業所ごとに分けられており、豊田営業所が担当する三吉。 豊田市、イオンミヨシアイモール前行きは1番乗り場、市牛営業所が担当する、夕福寺、前後駅行きは2番乗り場、名古屋営業所が担当する、長久手湖線城駅行きは3番乗り場から発車する。かつては、星が丘駅なども存在していた。長久手湖線城駅行きは2017年3月までは、クルリンバス中央線として運行されていた。なお、2019年度より、 豊田営業所と名古屋営業所の担当路線には、系統番号が付番されており、下記に、下記で表記してある。有福寺線星ヶ丘豊田線と夜明け団地線、日清中央線以下の路線が乗り入れている。停留所は、名鉄バス日清中央線と同じく3番乗り場。また、駅の1番出口から、東約200メートルのところに、梅森線の赤池駅。 北バス停がある。以下の学校への路線が運行されている。停留所停留所トヨタ線が開通した時に、6000系やも800型が当駅付近まで試験、計測運転で乗り入れたことがある。ただし、両形式とも地下鉄用 ATC がなく当駅には乗り入れができないため、トンネル入り口付近で折り返していた。名古屋市へ地下鉄において、 相互直通運転の協会である共同使用駅を名古屋市交通局が管轄しているのはこの駅のみである。ありがとうございます。